山梨県道42号藤川城は山梨県南駒郡にある町。国中地方に含まれる。また、南駒郡で最大の人口を有する。南駒郡の北側に位置し、西側に日本200名山の一つ串型山がそびえ、東側に日本三大急流の一つ、富士川が流れる。山地、編集主な山河川。 編集主な川山梨県梶川沢町歴史と、増穂町歴史を参照。平成令和町長、編集合併、編集合併協議南駒郡増穂町、梶川沢町と西八代郡市川大門町、三玉町、六郷町の5町は、合併に翌年には、任意協議会を設置したが、増穂町が2003年2月に実施したアンケートでは、 この年の4月に誕生する南アルプス市との合併を望む声が多く、任意協議会で組んでいた4町との合併については、反対が賛成を上回ったため、3月に協議会を離脱。残る4町で合併が協議されたが、梶川町が離脱したマスホ町との合併を望んだことから協議会は解散した。 協議会を離脱したマスホ町は、南アルプス市に合併協議を申し入れたが、南アルプス市は合併したばかりということで凍結を申し入れ破綻する。一方、マスホ町議会の中には、カジカザワ町との合併を望む議員もおり、南アルプス市との合併にこだわる町長側と、カジカザワ町との合併を推進する町議会側で対立。2004年に、 カジカザワ町との合併の是非を問うアンケートが取られ、その結果わずかながら反対が賛成を上回ったため、将来的に南アルプス市との合併を視野に入れつつ、単独調整を継続することを決定した。これに対しカジカザワ町とマスホ町議会は、カジカザワ町との合併を模索し続け、マスホ町長に再三合併協議会の設置を申し入れたが、 マスホ町長はアンケート結果を理由に受け入れなかった。県内の多市町村が次々と合併していく中、マスホ町とカジカザ城は膠着状態が続いていたが、2007年に行われたマスホ町長選挙で合併推進派の新人候補が当選したことにより急展開する。翌年にマスホ町議会はマスホ町長に対し合併協議会の設置を申し入れ、 町長はすぐに了承。8月に、梶川町との合併協議会が設置され、公募と協議の結果新町名は、藤川町に決定。途中、合併反対派の一部マスホ町民が、マスホ町長に対して、リコール運動を展開するが、署名不足で成立せず。また2008年10月31日まで、静岡県に同じ名前の町が存在したが、 法律上規制されるものでなく、2009年6月5日に合併調印がなされ、同年11月10日に官報告示された。なお、この合併により、日本の町の数が、市の数を下回った。本部本部消防署文中所主な病院商業、編集主な商業施設放送局、編集テレビ県立県立町立町立、県立マスホピーエイドの駅富士川かつては、 旧松ス保町と甲府を結ぶ山梨交通電車線が走っていたが廃止され、現在の藤川町内には鉄道が通っていない。このため鉄道利用は、藤川を渡り、隣の市川三里町まで行き見延線に乗る必要がある。旧梶川町駅からは、藤橋経由で梶川口駅が、旧松ス保町駅からは、藤川大橋経由で市川大門駅が、最寄り駅である。 ただし駅まで向かう路線バスの本数が少なく、また徒歩で前車は20から30分、後車は40から50分を要するなど利便性は良くない。そのため、甲府方面へ向かう場合は、路線バスで甲府駅へ向かった方が確実である。山梨交通カジカ座は営業所から市街地を循環し、甲府駅方面へ向かう山梨交通の路線バスが1時間に、 1> 月1から2本走っているほか、自治体バスとして、藤川町 A バスが、山梨交通カジカザは営業所に委託する形で、藤川町コミュニティバス、藤川町ホリデーバスが走っている。町 A バス、藤川町コミュニティバス定時定路線運行藤川町、ホリデーバス高速バス、編集高速バス路線は、新宿駅方面に直通する中央高速バスが1日、 六往復運行している。中央高速バス庁域を従環する形で、国道52号が、旧マスホ町から、笛吹市方面にへ、国道140号が通っている。国道52号は、甲府盆地と京南地域及び、静岡県を結んでおり、古くから輸送の要であったことから、現在も大型自動車の往来が多い。そのため近年では、市街地を避ける形で、 厚生道路が建設されたほか、中部横断自動車道の建設され、町内には、マスホインターチェンジ、マスホピエー、藤川本線料金所が設置されている。高速道路、編集国道、編集県道、編集主な寺院公園娯楽施設温泉。ありがとうございます。